郊材は高松市北西部にある一地区で、高松市役所郊材出張所の管内、高西本町、郊材東町、郊材南町、郊材西町、高西,西北町の5町からなる。かつては全域が香川郡郊西町として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。古くから明けた港町で、現在は、 高松市周辺に8ある地域拠点の一つ。奥が、高西地区。手前は、現田地区後東町地区は、高松市北西部に位置し、北は、瀬戸内海に面している。人口は2010年時点で1914人で、世帯数は4738世帯である。面積は4.34平方キロメートルと高松市の地区では、狭い部類に入り、それ、 個人高密度は1平方キロメートルあたり2485.25人と高松市の平均より高い。歴史的に高松市中心部とは独立した拠点性のある市街地を有するが都市としては高松市中心部と連続したベッドタウンとしての性格がある。全域が高松平野の一部であるが南西側には標高364メートルの勝賀山が,さんが 存在しており、かつて、勝賀城が存在したことなどから、地区のシンボル的な存在となっている。さらにその勝賀山は、五色台へと連なっており、高松平野はここで終了する。また、勝賀山山六には、薬師山や神宮寺山といった小山が存在し、市街地に面した里山として、地区の住民にとって身近な山である。西側は、 五式台三陸の地区である下笠巨地区に接するが、香川県道16号高松大越坂井出線や、さ抜き浜街道の一部である、香川県道161号高松坂井出線を通ることによって、坂井出市へと抜けることができる。地区の中央には、本津川が流れ、地区外ではあるが、東側の向東川も近い。また、地区市街地の中心に存在する。 愛前川はそのまま工在港として古くから開けた港である。香川県の典型的な平野の特徴として、この地区でも勝チガヤマヤに沿うように渇水対策のため池が多数存在する。地区は瀬戸内海に面しており、その海岸は港湾、工業に供する地域として埋め立てられた港、西本町と砂浜が残る。港西北町の二つに分けられる。ただしその砂浜が残る。 厚生北朝の沖合でも新たな埋め立てが進行中である。古くから明けた港町、城下町の面影が色濃く残っており、特に地区の中心部は城下町の防御のために細い道の突き当たりを連続させ、万が一的に攻め入られた時に見通しが効かない構造となっている。この迷路のような町並みはムキムキの町と言われ、独特の景観を形成している。 その後、戦火を逃れたこともあって、当時からの古い商家や問屋が多く残り、境内で入り組んだ道も現在に残している。その様から、高松市内では、古くからの言葉で物が散乱した部屋のことを、郊西の町と揶揄することがある。1956年9月30日に、香川郡、郊西町が高松市と合併し、郊西地区が成立。合併に伴い設定された町名は、 合併前の小技の区域を継承したが、名称は、新田、香材、東町、平が昇る香材西,西町、西田、香材南町、平か下,下厚生北町、香材港西本町と解消され現在に至っている。戦後は、香材駅が開業するなど、高松のベッドタウンとして発展し始める。高度経済成長期には、香川県道16号高松大越坂出で線の、 開通により、高松市中心部とのアクセスが向上し、急速に宅地化が進行した。その後20世紀末には、佐ぬ浜街道や産業道路の開通により、車社会化の到来なども、相まって、地域拠点としての地位を確立し始め、企業の工場や、ロードサイド店が立地し始める。21世紀に入ると郊外型の、大型ショッピングセンターイオン高松ショッピングセンターが、開業して、 地元の消費行動や雇用に変化をもたらしたほか、週末には、香川県内のみならず、徳島県からも集客があり、地区内における広域的な活動が増加している。高松市編入以前は、高在町三省四モール高松、全景宅地利用されていない、平地部は、ほとんどが田として利用されている。しかし、宅地下の進行で、田は減少しつつある。その他、勝賀さんの斜面では、 みかん畑が多く存在している。沿岸工業地帯として、高在港から隣接する、源田地区号東町にかけての一帯に、多くの中小工場が立地している。主な企業4モール高松を核として、大小の小売店が、高在中央通りや香川県道33号、高松全通寺線沿いに集中している。県道33号の地区内は、自動車ディーラーの本社が多く、 道路線を挟んで、木梨地区に属する、豊高ローラ香川を含めると、この付近だけで、県内の豊田系、ディーラー5社のうち3社が本社を構えている。主な商業施設主な企業地区内の小学校は、高松市立高材小学校が中心で、高材東町と高西北町のいずれも、隣接地区との境界付近のごく一部を除いて、地区のほぼ全域を航区としている。その他、 木梨地区、これだけの一部も、高在小学校の校区である。中学校は、高松市立昭和中学校が存在し、高在小学校の校区外である、厚生北町の境界付近を除く全域を、校区としている。その他、勝賀中学校は、地区内の隣接する、玄田地区、木梨地区のほぼ全域も、校区としている。 地区内に高等学校は存在しないが、隣接する木梨地区に、香川県立高松西高等学校と、市立香川誠寮中学、高等学校が存在するほか、高松市中心部の高校へも自転車による通学圏内であり、また JR 高西駅を利用しての遠距離通学も可能である。小学校、中学校幼稚園、保育所この地区は1956年以降、 高松市の一部であるため、区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松市、郊材出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、郊材コミュニティセンターとして、地域交流の中心となっている。主な行政施設公共施設医療機関超別5重温順、郊在バス停付近地区内が、比較的狭く住居と、 商業施設が近いほか、地区中心部には、狭いな道が多く混雑も、慢性的であるため地区内を移動する場合は自転車の利用で完結する。公共交通機関は、バスと鉄道の両方が利用可能で、高松市郊外の地区の中では、比較的恵まれた環境にある。しかし、その利用にはバスが中心で、鉄道の利用には、JR 高西駅が本津川を越えた。 原田地区との境に位置するため、同駅は地区の中心駅的な役割は薄い。高松市中心部に向かうには公共交通機関の利用が可能であるが、高松市内の他の地区に向かうにはその地区の公共交通機関が脆弱な地区が多いため、やはり自家用車での移動が中心になる。高松市中心部とを結ぶ道路は、香川県道16号高松大越。 堺出線バイパスと香川県道33号高松、全通寺線である。高松市中心部に向かうには本津川と高東川を越えなければならないので、この二つ道路に交通が集中する。地区中心部は古くから続く町並みがそのまま現存しているため道が入り組み、福音も狭い。目抜き通りの香川県道16号高松大越。 堺出線を中心に沿線に古い商店が密集し、それを取り巻くように狭く入り組んだ抜け道が存在する密集地帯である地区中心部を迂回する道としては、南北方向は香西中央通り、東西方向は佐抜浜街道が通過交通を担っている。また、イオン高松ショッピングセンターの開店により週末には通過交通に加え流入交通量も増加した。 主要地報道その他県道出国旅客鉄道こと電、バス下笠京、郊在線、郊在東町、山下4高松線、イオンモール、高松南口、イオンモール、高松北口なお、高松西高線は2019年4月1日のルート変更で通らなくなった。ケーブルテレビ地上波テレビ放送を基本的に、高松市東部の前田山にある高松局を受信する。しかし、 特に地区南部などアナログ放送において峰山が障害となって良好な受信が困難な場合は海を越えた岡山局を受信する。その際 NHK 放送が高松放送局ではなく岡山放送局のものになってしまうため NHK 高松専用の中継局である木梨中継局も合わせて受信する必要がある。デジタル放送では岡山局からも NHK 高松の電波が出ていることや、峰山を越えた高松局を受信しても、ある一定の受信レベルさえ確保すれば、ゴースト障害が起こらないことから高松局の受信が可能な場合は、その必要はなくなる。a m ラジオ放送 FM ラジオ放送県外配下に挙げる以外にも、高西地区には、数多くの古い寺院、神社や旧石が存在する。ありがとうございます。